はい。大ワピュアラブです。アメリカ大統領選挙でトランプ大統領への投票が大量に削除されるという事態が多発しております。反対にバイデン大統領への投票が大量に上積みされるという事態も多発しております。 なぜそういうことが行われているのかと言いますと、アメリカ大統領選挙はドミニオン社のドミニオンボーティングシステムによって行われているからなんですね。つまり、ドミニオン社によって選挙結果は好きなように書き換えられるということなんですね。 で、えー、ドミニオン社というのはね、一体何者なのかと言いますと、このドミニオン社というのが、イルミナティ参加の CIA 関係企業ということなんですね、えー。だからね、ドミニオン社というのが中国共産党ともつながっているっていうのはそういうことなんですね。中国共産党も CIA、イルミナティが作った参加機関ですからね。で、えー、このね、えー、選挙不正が行われた証拠があると言われているドミニオン社のサーバーというのがね、ドイツのフランクフルトの CIA の関係施設の中にあると言われているんですね。えー、これをね、聞いたときに、 多くの方がね、なぜアメリカじゃなくてドイツなんだろうと、なぜフランクフルトなんだろうと思った方が結構いるみたいなんですね。それに関してなんですが、実はね、このドイツのフランクフルトという場所がね、CIA の重要な拠点の一つなんですよね。 えー、日本のね、港区、えー、六本木や西麻布、えー、麻布十番などと並んで CIA のね、重要な拠点の一つとして、このフランクフルトがあるんですね。うんえー、これはね、私が勝手に言ってるんじゃなくて、えー、バージニアのね、CIA 本部がこれ、ちゃんと認めてることですからね。うんえー、以前もね、 このドイツのフランクフルトというのがね、CIA の拠点だということは、えー、明らかになってるんですね。うん。えー、1988年に、えー、パンアメリカン航空103便という飛行機が、えー、ロンドンのね、ヒースロー空港を離陸した後に、スコットランドのね、えロッカビー上空で、 墜落するという事件があったんですね。うん。で、この事件もね、当初は、え、航空事故だと思われていたんですが、えー、後にね、この回収された飛行機の破片から、炸裂痕というのが見つかって、CIA の仕業だと、バレるんですね。うん。で、なぜね、パンアメリカン航空103便を、 CIA がね、えー、墜落させたのかというのを、もう CIA がね、これ、本部がもう開示してるんですが、実はね、CIA の麻薬利権によるものだったそうなんですね。うんえー、CIA はね、その中東麻薬の、えー、利権の場所としているんですが、えー、アフガニスタンとかね、まあそういった場所をね、 まあ利権化してるんだけど、その中東の麻薬の、ええー、お金をね、まず、ベイルートに集めて、その、ベイルートからね、ドイツのフランクフルトに、一度、ええー、中継拠点として、繋いでるそうなんですね。うん。で、だからね、そういった事情もあって、このドイツのフランクフルトというのが、 もう CIA の拠点の一つになってるそうなんですね。うん。だから、えパンアメリカン航空103便のね、墜落の時も、えー、パンアメリカン航空103便にね、CIA の爆弾を仕込んだのも、このフランクフルドだと言われてるんですよね。うん。で、えー と言ったようにね、この、えー、ドイツのフランクフルドという場所というのは CIA の拠点なんですよね、うん。もうそれはパンアメリカン航空が墜落させられた1988年からもうずっと変わっていないということなんですね。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録や 高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。